五条悟から虎杖への現世鑑賞。現在クライマックスを迎え、アニメも渋谷事変に突入している呪術廻戦。そんな呪術廻戦で注目したいのは、五条悟から虎杖への現世鑑賞。未だに謎の多い五条悟の死んだ空港のシーンですが、現在少しずつ話題になっているのが、最新話で賢者と戦っている高場文彦が五条悟と対比関係になり、そこからもしかしたら五条が死後の世界から掟破りの活躍をするのではないかという可能性が見え隠れするんです。ということで今回は五条悟と高場文彦の比較から見える空港のシーンの意味について徹底考察したいと思います。なお呪術廻戦第242話までのネタバレを含みますのでご注意ください。学びたい方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第236話で描かれた衝撃の五条悟死亡退場、そしてその直前で唐突に挟まった死後の世界にも近そうな空港のシーンは謎が多く、今もってですね数多くの議論がされているんですが、第242話まで話が進んできたことでどうやら別の意味が持たされているのでは、このように感じる方も増えているのではないでしょうか。そこでまずはこの空港のシーンについて軽く振り返りたいと思います。生徒に言っちまったじゃねえか、死ぬ時は一人だって頼むから俺の妄想で会ってくれよ。第236話は高専時代の姿に戻った五条悟が空港の出発ロビーで下藤卓と話す場面から始まったんですが、もうこの時点で、あ、これは五条悟死んだなと思った人も多かったと思います。空港のロビーでは五条悟の青春時代を共に過ごした下藤卓、七海健人、灰原優、矢賀正道、天内理子、黒井美里ら個人が現れ、おそらくですが遠くに伏黒杜氏も立っていました。そして空港に登場した七海が、死の間際の七海本人にしか知り得ない灰原優が目の前に現れたこと、自分の遺言が虎杖悠仁にとっての呪いとなること、この2つを知っていることから、現れた七海は五条の妄想の産物ではなく紛れもない渋谷事変で死亡し、その後五条のことを見続けていた七海健人だと言えます。そんな死後の世界のような曖昧な世界空港で五条悟が背中を叩いた中に、お前がいたら満足だったかもなと言って呪術師たちに見送られたシーンが不満だったこと、人としてというより生き物としての線引きがあったのかな、花に自分を分かってほしいなんて言わないだろなどというですね心情のトロがあり、五条悟というキャラクターについて読者の考えていたこととの乖離が起こったりしたことで、五条を擁護する派と非難する派で真っ二つに意見が分かれたり、芥見先生が感動シーンとして描いたけど読者にはハマらなかったのではといった邪推も多くされていました。しかしこの一見違和感がある五条悟の空港のシーンを芥見先生がわざと狙って描いていたとしたらどうでしょうか。その根拠となるのが先ほど軽く触れた最新話での描写、具体的にはですね高場文彦の回想やスタンスが五条の空港での独白と対比されているのが理由となっています。この説は第241話で高場の過去が描かれてから SNS などで見られるようになったので、そちらを解説していきたいと思います。第241話で描かれた高場文彦の過去をまずかいつまんで振り返ります。軽く説明すると、高場は大学時代コンビ芸人としてやる気にあふれていてネタ作りもしていましたが、相方はよくいるビッグマウスの先輩たちのご機嫌取りで飲み歩いてばかり、この二人の温度差がうまくいくはずもなく、おそらくすぐにコンビは解散。その後も人によっては評価され、人によっては死んだ方がいいとまで酷評され、目が出ないまま30代に突入、やっと組んでもらった相方からもいつまでこんなことを続けるんだと言われコンビは解消。なんでお笑いやってるんだっけ。読んでるだけで辛い高場の過去回想の間もずっと自問自答している高場の心、いつしか高場は少年時代お笑いを始めた原点を思い出していました。本来高場は真面目で他人に厳しい嫌なガキだったんですが、他人に嫌われるのが寂しくちょけてみたところ同級生にお受け、そう高場のお笑いの原点は自分を認めてもらいたいその一心だったんです。ところが長年のお笑いの下積み時代と挫折経験から、自分を正当化するべく他人を否定したり自分に都合のいい解釈を続けることで本来の自分や目標のお笑いに目を背けていた。これが高場文彦が抱えている根本的な問題だったんです。この回想や前後の高場対賢者から五条悟と高場文彦は対比構造にあるのではといった話が出てきます。五条と高場の対比構造を整理すると次の3つ、1つ目に強さの基準、2つ目に北を向くか南を向くか、3つ目に他人への接し方です。ではそれぞれ見ていきましょう。まず1つ目の強さの基準について、もちろん五条は自他ともに認める現代最強の術師であり、五条家総伝の術式宇賀源術に加え陸
肉眼により磁力消費が極限まで少なくなっているという非常に分かりやすい強さを持っています。言ってしまえば呪術界のサラブレッドです。対して高場文彦は芸人からたまたま賢者に選ばれて術式を覚醒させられた元一般人。当然送電の術式のように術式の取扱説明書があるわけでもなく、さらに高場自身はですね術式コメディアンの詳細を知りません。また賢者との戦いを見れば分かるように術式コメディアンは安定した強さからは程遠いムラが凄まじく激しい効果を持っています。よって度安定の最強の術式や特殊能力を持って術界の長寿であった五条悟と芸人上がりで術式がとんでもなく不安定な高場文彦はまさに対極に位置していると言います。次に2つ目のですね北を向くか南を向くかについてです。五条は一見強く悟い術師を育てるといった風に未来を見据えていたようにも見えていましたが、第236話での空港のシーンから分かるように五条の本質はどこまで行っても海賊編の学生時代に縛られた南向き、つまり過去を向いたものであると考えられます。対する高場文彦はというと、もともとは笑う犬の冒険の人気キャラ、センターマンなど古いタイプの芸人にこだわっていましたが、敵であり日本を滅ぼす賢者でさえ笑わせようとしており、もともとは南へ向いたごまかしの態度から誠実な北への態度へと自らを変革させようとしています。そして最後3つ目の他人への接し方については、五条がみんな大好きさ寂しくもなかったとは言いつつも生徒たちに花をたとえ、所詮自分は理解してもらえないという諦めを感じていたのに対し、高場はですね自分が傷つきたくなくて他人を切り捨てたというですね孤独であろうとしている自分を否定し、敵である賢者さえも歩み寄っています。以上五条と高場の3つの対比を見てきましたが、この3つ目の対比が一番のポイントだと言えます。なぜなら五条悟はどこかでは自分は別の生き物という生き物としての線引きをし、言ってしまえば他人に理解してもらおうと思っていないんです。高場文彦は立場こそ五条とかけ離れたところにいますが、相方がいないことによる孤独や他の人に自分の笑いを分かってもらわなくていい、つまり相互理解の放棄という点では五条悟にかなり近い精神性を持っていたキャラクターなんです。100人中99人受けたとしても俺は満足できない、意地でも最後の一人を表したい。ところが第241話で過去を振り返り吹っ切れた高場文彦は、敵である賢者を倒すのではなく笑わせてある意味で相互理解しようとしているんです。この比喩表現を言い換えれば、99人を生かすために1人を殺すのではなく最後の1人も生かしたいということになり、戦いの背景などを考えずに切り取れば最強の宿儺と戦って自分の実力を試したい五条悟とは比べ物にならないほどの高潔な精神性に到達したと言えるでしょう。ここまで考察した通り、五条悟と高場文彦の精神面では明確な対比関係が見られ、そして高場が一般人でありながらも五条悟を精神面で超えたようにも解釈できます。ではなぜこのように五条が下げられるように感じられるエピソードが挟まったのでしょうか。ここで注目したいのは、よろずが宿儺に行ってからなぜか知らないはずの五条悟も言及していた強者ゆえの孤独です。絶対的な強者、それゆえの孤独、あなたに愛を教えるのは。宿儺が二度三度と思い返しているこのセリフは、よろずと宿儺の会話の内容のはずなんですが、五条もこの言葉に宿儺が引っかかっているのを感じてか、ここのわびしさは誰よりも共感できるつもりと言っています。この描写から五条悟は呪術師側というよりもむしろ宿儺や賢者よりの気質を持っていることがわかります。また呪術廻戦に特有のルールなのか、強者は基本的に他の人間を同じ人間として見ない傾向があります。宿儺であれば虫、賢者であれば調味料、カシモであれば土くれといった感じ。そしてなんとこの法則に五条ももっと言えば下等すぐるも当てはまるんです。みんな大好きさ、寂しくはなかった、でもどこか人としてというより生き物としての線引きがあったのかな。花を咲かせることもめでることもできる、でも花に自分を分かってほしいなんて思わないだろう。そう、五条悟はですね他の人間のことを例え話ではありますが花と同様のものとして感じています。また下等すぐるといえば非常に辛いエピソードの末非術師のことを猿として見なすようになっていましたよね。つまりこの二人もいわゆる強者のカテゴリーに当てはまり、絶対的な強者、それゆえの孤独とはある意味で他人との関わりを諦めているという定観の念にも近しいものだと考えられます。しかしこの中で死後の下等を優るだけは心境の変化が訪れている可能性が見え隠れします。それが先ほども挙げた五条の花に関する話をした時の描写。花を咲かせることもめでることもできる、でも花に自分を分かってほしいなんて思わないだろう。空港のシーンで比較的穏やかな表情を見せていた下等ですが、五条が他の人を花に例えた時だけは厳しい目つきになっています。これは多分
文に推測を挟んだ形になりますが、夏油は五条にかつての呪詛師時代の非術師を見下していた自分を重ねて嫌悪感を抱いていたのではないでしょうか。子供じゃないんだ、誰でも彼でも理解してほしいとは思わないさ。どうせ誰も理解してくれないって腐るのもそれなりに子供だと思うけど。夏油が相互理解を放棄し一人強行に走ったことを自ら正当化していた時、家入はそれなりに子供と軽めに非難しています。この時の家入の気持ちや夏油を殺さざるを得なかった五条を見て、夏油が何らかの心境の変化、つまり強者ゆえの孤独、相互理解の放棄から離れているとしたならば、すでに死後の世界にいる五条悟を悟しですね導けるのは同じく死後の世界にいる親友夏油傑でしかないのではないでしょうか。それこそ今までの描写から一般人高場文彦の頑張りも死後の世界で見ることが可能だと思われ、夏油から五条に強者ゆえの孤独を揺るがすような何か働きかけがあるのかもしれません。でも死後の世界で何かしたところで今更無駄なのでは、こう思う方も多いと思いますが、実は空港にいる人物は現実世界への干渉が可能なことが示されているので、これから説明したいと思います。第236話で描かれた空港のシーンはかなりの違和感のある描写が存在していて、例えば南へ行くような話なのに飛行機が最後まで出発していないこと、生前は全力で北を向いていたはずの夏油が南向きのメンツに混じっていたこと、なぜか敵対していたはずの伏黒杜氏が空港にいること、正当思いだったはずの五条がなぜか宿儺を一番気遣っていたこと、五条がよろずのセリフを知っていたことなどなどですね。ただ五条の死後の世界や走馬灯にするには不自然なところもあります。また当時の SNS などではかなり上げていて、生徒思いに振る舞っていたけど結局はその程度のやつだったのか、謝る相手が生徒じゃなくて宿儺なのが残念など、五条に対する批判も目立ちました。ただこの反応を芥見先生が予測できていなかったわけではないと思うので、空港は死後の世界として出てきただけではなく何かしらの意味役割がある可能性があります。そして作中では実際に起きていることから、この空港は現世への干渉が条件付きで可能であると考えられます。というのも実際にここにいる死者2人が現世に干渉しているから。まず1人目はもちろんゲートスグルです。渋谷事変で賢者が五条悟の前に不意打ちで現れ、五条が獄門教に封印される、まさにその瞬間、いつまでいいようにされてんだスグル。五条の言葉に反応したかのように夏油スグルの腕が賢者のコントロールを離れ首を絞めていました。当時公式ファンブックで芥見先生は首のもげたトンボが動いたあれと説明していましたが、今から考えると空港にいる夏油スグルが自らの死体を一瞬だけ動かしたとも考えられますよね。そして二人目は灰原優です。いやそれが僕が出しゃばってしまって、後ろ向きな私が最後に未来にかけたんだ。悪くない最後でしたよ。灰原にも感謝してる。これはまさに渋谷事変で真人が無意点ペンを食らい、虎杖にあとは頼みますという直前の七海の忌まわぬ気はそのもの。ダメだ灰原、それは違う、言ってはいけない、それは彼にとって呪いになる。つまり七海健との死の直前に見た灰原優は決して幻影などではなく、空港にいた灰原優が現世に出しゃばって七海が悔いを残さないように働きかけたんです。そしてもちろん五条悟が知らないこの情報に関して、空港の七海が灰原に感謝していたことから、空港の人物は紛れもない本人であること、空港から現世に働きかける手段があること、この2つは疑いようがないでしょう。そして夏油と灰原2人の現象の共通点で思いつくものといえば、おそらく大切だった人の呼びかけに応えてでしょうか。夏油の死体が動いた瞬間は五条の呼びかけに応じてのものでしたし、灰原が七海に虎杖の方向を教えたのは七海の死の直前、心の中で灰原に私は結局何がしたかったのかと問いかけたタイミングでした。と考えると2人とも生前最も関わりが深かったと思われる人物から呼びかけられたことで現世への干渉が可能になったと読み取れます。ここまでで五条悟は高尾文彦と対比され、ここで相互理解を放棄したこと、本質が過去に向いた後ろ向きなキャラだったことが分かり、またそんな五条に対して夏油傑が憤りを感じている可能性、そして五条悟がいる死後の世界のような空港から感情が高ぶるなどの条件付きで現世に干渉可能であることを考察しました。よってこの辺りの仮定に基づくと、五条は夏油に悟され、現世の虎杖たちを助けるため何らかの干渉をしてくるといった筋書きが考えられそうです。ではもし五条悟が夏油や灰原と同様に現世に干渉するとして、具体的には何を行うのでしょうか。五条が感情を揺さぶられるであろう関連の深い人物としては、家入翔子、乙骨雄太、虎杖雄二、賢弱、この辺りでしょうか。家入に至っては同級生で唯一生き残った人物ですし、乙骨や虎杖は五条が自ら救って教えた、いわばですね直系の愛弟子です。賢弱に関しては言わずもがな夏油の体を操っている憎き人物となると、これまでのですね夏油と灰原の例を鑑みると、夏油と同様に
に宿儺のそばにある自分の死体を使い、虎杖に何かしらの手助けをするか、ハイバルと同様に魂の状態となって血がつながっている乙骨に何かを授けるようなことが想像できます。もっと詳しく予想すると、例えば虎杖の新たな術式に何かの力添えをして領域展開の使用を可能にしたり、賢者と対決する乙骨ユタに一時的に陸眼の能力を貸し出したりなのでしょうか。現状作中でつくむゆきの魂の研究ノートが重要アイテムとして残されていたり、高齢術に属する術式を扱える井の琢磨から七海に関して何か五条たちに話があったりと、何かと魂に関する伏線が未回収のまま張り巡らされている状態ですが、もしその伏線が死者である五条悟や夏油傑の手によって回収されるなら、かなり熱い展開と言えますし、そのきっかけが一般人に過ぎなかった高羽文彦の頑張りによってもたらされるものとしたら、赤見先生らしいひねりとウィットにとった逆転のアイデアだと言えます。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。